これはさすがに見せられへんな。お客さんのお店でお昼ご飯食べなあかんのに、お腹すいたからご飯食べる。食べたい時に食べるのが一番。うん。の。今から2時間後にお昼ご飯食べなあかんけどな。やばない。おかんが作ったご飯の残りを、やばい太って帰るんちゃう、これ。マジで。定食屋で気合い入れてめっちゃ出された。出されたらどうしよう。あ、食べへん。食べた。え、何つ？もう私も6時半に食べましたけど。何食べた？唐揚げ食べたの。食べた。あとなんかお餅も食べた。うやん。唐揚げとお餅。お餅か。うん。ご飯も？そのうどんも食べてた。うどん、マジで？めっちゃ食べてたね。うん、うんじゃない。うまっ。入ってくるね。本当、美味しいだけ。ピッピッピッって声。美味しいだけの。うん。いいよ。けど、新品もらった時さ、初めてご飯炊いてやん。炊き上がったら速攻髪の毛入っとった。言ってたけど、絶対自分のちゃん。どうしたら？超髪じゃん。ごめんな。いつもことだけど。仕事からしゃあないよ。さっき飯食ってから。まだ1時間ぐらいしか経ってへんけど、お客さんの髪切りに自分の店があった西宮まで今から行こうかなと。で、何人かその髪は切らへんけど挨拶もしたいと思うんで、その中で一人お客さんがやってる定食屋で飯を食って、髪の毛切りに行って西宮神社行きたいと思います。で、車久々に運転します。久々やな、車運転する。あれ？どこで声小さくするかすら忘れてたわ。暖房ひねったもんな。じゃあ東京飽きたらちょっと四国行くから。今度は海辺でちょっと仕事探すから。よろしく。沖縄にして。沖縄もな、いいんやよ。沖縄。沖縄にしてよ。ちょっと沖縄、いや沖縄ちょっと遠いやろ。遠いからいいやんか。平日ないで。まあ沖縄な。私ここ。いや沖縄で働いた俺。
俺多分仕事せえへんねん。なんくるないさって言って、いや次は海辺で働こうかな。2年後やね、2年後。全国飛び回ったんだよ。一人で飛行機乗る。乗ったや前。一回ピーチで。沖縄行ったん一人で。いやあれスタッフおったもん。あ、そっかそっか。弾丸日帰り沖縄行った時の。一人じゃなかった。うん。空港で一日夜明かして、そのまま朝一の便で沖縄行くっていう。そうそう、それ絶対私嫌やって感覚。ああ、やっぱいいよね。天気もいいし最高じゃないこれ。いや地元の駅着いてそのまま自分の店があったところまでお客さんカットしに行こうと思ってんけど、そうやと、神戸に帰ってきたら俺海行きたかったんやと思い出して、ちょっと急遽僕の大好きな須磨まで海を見に来ました。もうここがね、ほんま大好きで、もう子供の頃からね、この海で育ったって言っても過言ではないぐらい、めっちゃ来るんよ、ここ。まあさすがに1月やからそんな人はおらへんけど、今日はあったかいから気持ちいいわ、すごい。はぁ、飛行機も飛んでね、どこ行くん？連れてってー。サンダルやから砂まみれになるかもしれへんけど、いいね。これ海と山が近いでしょ、めちゃくちゃ。これがいいんよ。だいたい毎年ゴールデンウィーク前ぐらいからもうこの砂浜でお酒持ってのんびり日向ぼっこして飲むんが毎年恒例になってるんやけど、今年はいけるんかわからへんけど、一回は泳ぎに行きたいね、夏。もうこの波の音が大好きなんよね。一日折れるわ、ほんまに。水も透き通ってるね、綺麗ね。関東方面行ってから一回横浜で海を見て以来見てないから、いや関東ではね、だから関東では海を1年以上見てないかな。もうちょっと早う自分の元あった店行かなあかんねんけど、なんか行きたくなくなるな。めっちゃいいでしょ。ほら、時間もないからちょっと行かなあかんねんけど、
ちょっとの時間やけど、海見れただけで大満足やね。またもう少し暖かくなった時期にお会いしましょう。僕が16年間通い続けた駅 JR 西宮、あそこフィットネスジムちゃうかってんけどね、魚民かなんかいうあの飲み屋さんやってんけど変わってるね。はいはい、その他はあんまり変わってなさそうやけど、せっかくやからその当時通勤してたルートで行ってみようかな。お客さんに会わへんかな。会いたいねんけどね、もうみんなに会いたい。はぁ、懐かしい。ここの公園を横切ってちょっと歩いたらもう店。さあ、あ、え、まだ入ってないんや。ほら、え、まだ何も変わってない。もうてっきり何か違う店入ってるんかなと思ったけど、そう、不動産屋さんがあって、ピザ屋さんがあって、わら、僕の昔自分の店やった店舗、うわ、いや残っててくれてありがとうやわ、ほんま。ほら。嬉しい。で、お客さんのお店の焼肉屋さん、ここもちょっと顔出したいんだけどね。で、ちょっと飯食いにお客さんのお店はこっち。はい、ヌーボー、ここの白身魚定食が鬼うまいんよ。じゃあ早速行こうかな。あ、ちょわちょわちょわ、久しぶりです。いや、その後のなんかスケジュールがなんかすげえ鬼みたいなスケジュールになるんですよ。あの休みが五金休み五金休みみたいな、だから3連休で撮ってるんですけど、まあ、今日のうちに帰って明日はちょっとゆっくりして仕事しようかなと思って。あ、そうなんですよ。昨日、おととい、夜中です。11時半ぐらいに着きました。あ、はい、そうなんですよ。忙しいですね。え、全然クソ思んないです。いや、それなりにけど楽しくやってますよ。はい、いやー、もうめちゃくちゃうまかったね。腹パンパンやわ。じゃあ次はお客さんのところにカットしに行ってきます。もう一人お客さんにちょっと挨拶したいから、ちょっとコンビニ寄っていくわ。このミニストップで働いてるお客さんおったらちょっと挨拶していこうかな。会ってきましたよ、お客さんに。なんか娘さんも店長じゃないと嫌やって言ってくれてるみたいで、いや、もうありがたいよね。また
帰るとき連絡して、場所さえあればいつでも切りますんでと伝えましたんで、次は切ってあげようかな何様やねんってね切らせていただきます。僕でよろしければ、またこの動画を見てて切ってという元お客さんがいればいつでも連絡来たらやりますんで。何食べるん？何食べるん？ブドウ飴？よし買ったろ、ブドウ飴10個か10個いるもんな。ブドウ飴大変けど、なんでな。ブドウ飴10個も食べきれへんじゃん。食べきれるか、おっか。え？たこ焼きみたいな、たこ焼き食べたくなってきた。最初何が食べる気やったん？ぶどう飴やったけど、たこ焼きに変えるん？両方やろ、両方やろ、あったろ。さすがに去年はね、ちょっと屋台がすげえ少なかったんけど、今年はなんかやっぱり例年通りいっぱいありそうな予感がする。この恵比寿さんの時って西宮神社めちゃくちゃ人並ぶんよ、時間帯によっちゃ。今日はまだ平日の夕方前やからそんなことはないとは思うんやけど、うわ、メニューするわ、うまそう、めっちゃええやん。やっぱ恵比寿様こうでなくちゃね。家に用意するベビーカステラの、肉かす焼きそば。ただまあまあ腹パンなんよねさっきね、定食屋さんで白身魚のフライ3つとチキン南蛮のハーフぐらいのやつとご飯大盛りと味噌汁やったからね。で朝もたらふく食べたでしょ。あんまインターバルなく食べてることになるからけど、食べたいな、よだれ出てくんな。これは買ってきたん、お釣り返せや、お釣り返せや。それじゃあこの天ぷら買ってきたよ。食べれる？食べれる。誰やと思ってんの？でかっ。どうやって食うのこれ？かぶりつくの？あ、うまっ。うん、これはうまい。宮崎和牛あ、プレイボーさあ、やってきた西宮神社。やっぱいいよね。毎年店やってる時は9、10、11か、結構スタッフの子と一緒に来てたりしてたけど、納骨はございませんので。こういう祭りが大好きやから3日間ぐらいもう店早押し見て来てたもんね。夜な夜な飲んでたな。あ、ちょっとここで返すわ。これをちょっと返しますわ。去年はお世話になりました。見学者には安全のため。あ、アユあるやん、アユある。去年なかったのに、去年なかったやろ。来た来た。あれあれやね、一番なんか勢いよくふさふさしてくれる人のとこ行かなあかんで、役を払ってもらうで。いや、分からんけど
合ってんのか知らんけど、左か2番目か、やっぱ真ん中の人らがちょっと勢いいいよ、左やな。綺麗な、あ、これやマグロ、マグロも行かなあかんな。みくじちょっと引かなあかん。みくじした。そう。かわいい。めっちゃかわいいよ。開ける？なんか色濃いない？あ、ちょっと顔が違うような気がする。なぜ？口が違う私。はい、いっせーので、はい、何、あー末吉、あ、末吉や、あ、みんな末吉え、三末吉、お前書いてることはけどなんか違うんじゃん、なんで書いた、あれ一緒やで、一緒、一緒やな、ほんまや、全部一緒やん、全員一緒やん、じゃあそこにあれしようか、結ぼうか、一緒やんな、書いてること、この、うん、下のとこは違う、いや一緒じゃない、このみくじに当たる人は何事も忍耐が第一である、避難が組まってば大変良くなるでしょう、頑張れってこと全員一緒やん、どうすんだ、全員同じ8番の末広がりの8の末吉そんなことある、買うとこみんなバラバラやってる、そうよな、うん、ここの甘酒屋さんで甘酒飲みながらゆで卵を食べる、結構やっぱりゆで卵と甘酒を頼む人が多くてね、けど俺はちょっと甘酒が苦手なもんでやめときますわ、お、出た、お化け屋敷連れてこか、なんかめっちゃ子供の時に行った記憶がある、以来行ってないんやけどな、行く、じゃあ行こうか、行こうか、よし、え、どういう、意外に怖くて5人ぐらい抜かしたな、なあ全然進まんかった、久々にお化け屋敷なんか入ったな、いやいや、まさかほんまに人が出てくるなんか思わへんやん、あんな結構抵抗取ったよ、ここが終了やね、そや、ここのねベビーカステラがねめっちゃ美味しいんよ、何箱買う、買ったん、よう覚えとったな、ここなんかここでやってんやん、そやで、ね、坊ちゃん超覚えてんねん、よう覚えとったな、ちょっとなんか蜂蜜の入った感じの、めっちゃうまかったよこれ、あ、うまっ、うまい、おいしい、めっうまいよ、もうあと一個、
西宮の神社のたこ焼きといったらここなんよね、明石の大だこ。ここがバカうまいんよ。でかでっかいな、たこ焼きもでかおいしいやろここ。休みが一日早いわ。あっちゅうまいな、ほんま。マジで。クレープの、クレープのクリームついたままやったやんけ。教えてや。言った？言った？うせやん。気づかんかった。じゃあここでさよならやな。え？ここでさよならやな。そうや。あ、寂しい。え？じゃあまたな。あ、また4月ぐらいに帰ってくるわ。4月ぐらいに帰るわ。お客さんとのカットの約束もしたから。やな。着いてしまった東京へ帰ってきたわ。